エルンスト2世は、第2代ザクセンコーブルクゴータ公。1818 18年6月21日、ザクセンコーブルク以降レザールフェルト公、エルンスト1世とその日であった、ザクセンゴータ・ールテンブルク公女、ルイーゼの間に長男として、コーブルクのエーレンブルク宮殿で生まれた。1842年5月3日に、カールスルーエで、バーデン大公女、アレクサンドリーネと結婚したが、 子供は生まれなかった。1844年1月29日に、父エルンスト1世が死去したため、行為を継承した。南北戦争の際、エルンスト2世は、ヨーロッパの君主では、唯一、南部のアメリカ連合国に領事を派遣した。1861年、領事に任命されたエルンスト・ラー・フェンは、リッチモンドの連合国政府に、外交的承認を申し入れ、受諾された。 1893年8月23日、ラインハルツブルン城で死去した。弟のイギリス王ハイアルバートはすでに死去しており、その長男である、ウェールズ公アルバート・エドワードも皇位継承権を放棄していたため、アルバートの次男エディンバラ公アルフレッドが皇位を継いだ。エルンスト2世は1887年に、ウィーンで活躍していた、ワルツ王、ヨハン・シュトラウス2世を、 ザクセン・コーブルク・ゴータ国民として迎えている。これは、ヨハン・シュトラウス2世の離婚問題が原因である。当時彼は2番目の妻、リリー・ディートリヒと離婚し、3番目の妻、アデー・レドイッチェと結婚しようとしていたが、当時のオーストリアの法律とカトリック教会が離婚を認めていなかったために、プロテスタントに改修し、ザクセン・コーブルク・ゴータ国籍を取得した上で離婚と、 再婚に踏み切ったのである。また、エルンスト2世自身も、宗教音楽や、オペラなどの作曲を手掛けている。フランツ・ドップラーの、カシルダ幻想曲は、エルンスト2世のオペラ、カシルダの中の旋律をもとにしたものである。コーブルクの抱負がルッテンにある、エルンスト2世の騎馬像。ありがとうございます。